皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の歴史、今回はペリー来航と日米和親条約というタイトルでお話を進めます。3つの項目に分けました。来航前のペリー、そして1回目のペリー来航で、2回目に来て日米和親条約を結んだ内容、この3つです。では始めます。まず来航前のペリー、これ1852年に東インド艦隊の司令長官に任命されて、議会から日本に遠征に行くように命じられました。ペリーの前にこのビットルという人が日本に来て、日本が通常の位置があるかどうかを確かめに来たんです。これ議会から言われてきたんですけれど、国に帰ったら議会から責められたんですよね。弱虫だったと、もっと強く出るべきだった、こう責められました。ですからペリーはこれ日本を絶対に開国させるぞと、こういう意思を強く固めました。そのためにペリー、日本に関する書物を集めて日本を研究しています。そしてペリーが分かったこと、日本はプライドの高い国で、自分たちの民族は世界でも一番だと思っている。だからお願いとか頼むという姿勢で臨んじゃいけないと、相手から尊敬するような態度で会談をしなければいけない、そして時には強く出て日本の鼻っ柱を折るくらい、そのぐらいのことをしないと日本と交渉はできないと、こんな風に考えました。そしていよいよペリーがやってきます。ペリー来航です。1853年の6月、アメリカ大統領の国書を持って4隻の軍艦を率いてペリーが浦賀沖にやってきました。この時この4隻の軍艦のことを日本では黒船と言っています。全長が80メートルもある鉄の船、日本はまだ木の船使っていましたから、鉄が水の上に浮くなんてね、これはびっくりしましたね、当時の人は。そして大騒ぎになったわけです。で、幕府はペリーにとりあえず長崎に行くようにって言うんですけど、ペリーはこれに応じませんでした。なぜかというと、まず幕府側からしたら、とにかく貿易は長崎でやってるから長崎に行ってくれと言ったわけです。でもペリーは国と国との話し合い、会談はその国の首都または首都の近くでやるのが国際的に普通だと、だから長崎には行かないよと、こう答えたわけです。幕府は仕方なく浦賀近くの久里浜というところに旧ごしらえの建物を建てて会談をすることにしました。この時アメリカの船からは300人の水兵が降りて、日本の武士で警護に当たった人は5000人でした。300人に対して5000人ですから、ピリーたちをやっつけようと思えばやっつけることができました。でも幕府はすでに清がイギリスに簡単に負けちゃった、アヘン戦争のことを知っていますから、とにかくここは穏便に穏便にということで、とりあえず早くなんとか帰ってもらいたいというのが本心です。ペリーにもやはりちょっとね、この時問題があったんですよ。この4隻の軍艦で来たんですけど、まともに戦えるのは1隻しかなかったんですよ。1隻だから、もしここで日本と戦うことになったら自分たちは負けてしまう、だからとにかく早く国書、大統領の国書を渡して早く日本から出ようと、こういう気持ちだったんですね。その2つの意見が一致して、幕府はアメリカの国書を受け取って、ペリーは来年返事をもらいに来るからと言って日本を立ち去りました。この国書の返事どうしたらいいか、実はね、もうこの頃幕府の力は弱くなっていて、自分たちだけではもうどうすることもできなかった。そのために大名とか旗本、そして町人にまで意見を求めたんですね。そんなことをしている間にまたペリーがやってきました。日米和親条約のところに入りますね。1854年の1月、まだ1年も経っていないんですね。半年でやってきちゃったんですよ。今度はペリー7隻の艦隊を、率いてやってきました。この時大砲を
こう打って、その威力を見せつけています。そして神奈川、今の横浜で会談を行って、3月に日米和親条約を結んでいます。この時ペリーね、こんなことを言っています。日本はもし開国しないと応じなければ日本と戦わなくちゃいけない、日本の近海には軍艦が50隻いると、そしてカリフォルニアにも50隻いて、20日もあれば100隻の軍艦を日本に送ることができると、こんなふうに幕府を脅したんですね。これは幕府だって困りますよね。でもね、幕府の役人もバカじゃないので、やっぱり自分たちの言うことはしっかり主張して、この日米和親条約を結んでいます。この日米和親条約の3つの主な内容、ここで書いておきます。下田と函館を開港してアメリカ船に燃料や水、食料を供給すると。この下田と函館、ね、ここを開港したのはテストによく出るので覚えておいてください。そして2つ目、アメリカ船が難破した時にはこれを助けると。さらに下田にアメリカ領事館を置くと。主なものはこの3つでした。そしてこれから4年後、日米修好通商条約を結ぶという流れになっていくわけです。今回はペリー来航と日米和親条約、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。